YouTube をご覧の皆さん、ファゴットの原本幸です。ファゴットの水上雄太です。とりあえず乾杯しよう。乾杯で。おいしそう。ということでね、今回、太鼓という、はい、ちょっと今までないようなタイプの、ね、曲を、ちょっと私が書かせていただきました。まあ、ちょっとね、なんか新しいこと一緒にやろうよっていうふうに話してた流れで、まあ、せっかくだしちょっと一曲書いてみるかと思ってね、書いてみて、一緒にやって、で、さらにちょっと映像まで、こだわってちょっと撮ってみて、やってみたんですが、もうご覧いただけましたでしょうか？すげえよな。なあ。僕、レインってバンドやってて、うん、そっちの撮影とかで、一緒にやってくれてるた、中村リオちゃんという、同い年ぐらいのね、クリエイターに協力してもらって、彼女の監督撮影で、撮らせていただきました。なんか結構ファゴットって最初レンズを向けられた時に、どこが一番映えるかが分かんなかったりとか、あとここから先切れちゃっていいのかどうかみたいなので、結構迷う人が多いかなと思う。プロフィール写真とか撮ってもらう時とか、確かに確かに、なんつうのかな、ファゴットらしいポイントみたいなのって結構決まってるからさ、そこをこう押さえつつ、ね、すごい綺麗に仕上げてくる。特にこの左手の親指の、そうなんだよ、親指の動きをね、ここがやっぱ見どころだから ね。今回こう俺をやってみようと思った経緯、うん、まあ明らかにその前例がないことじゃないですか、うんうんうん、かなりチャレンジャーなことというか。そうだね。で、まあ、自分も経大出てクラシックのオーケストラに就職して演奏活動してるわけなんですけど、なんかねレールみたいな感覚がずっとあって、はいはいはい、そもそも言うと俺別にクラシックが何よりも大好きってわけじゃないのね。だからファゴットとの出会いもそもそもたまたま見た目気に入っただけだし、うん、で経済入るまで交響曲と協奏曲の違い知らなかったし、分かる、その感じ。そうなんだ、マジでもうこの楽器ありきっていうか、うん、これが好きでこれが活躍できる場所がクラシックなんだって後から知ったから、もう活躍できるとこにこう行こうと思って、はいはいはい、いろいろ進んできたのね。だから、うん、そこを一回ちょっと振り返る機会というか、今年、うん、特に仕事がバーンってなくなったじゃない。そうだね。その我々演奏家としてはやっぱお客さんに対して演奏するのがメインだし、それなくしてはやっぱり活動できなかったんですけど、全くこんなに人前で演奏しなかったことって初めてで。そうだよね。そう、うん、そうだよ。この楽器を構えることの意味とか、今日リードを削る意味とか、うん、そういうのを今まで、まあ、考えてなかったわけじゃないんだけど、よりこう向き合わなきゃいけなくなったみたいな時間だったなって思ってて、今年は。でそうした時にちょっとそのレールっぽく感じちゃったっていうか、うん、まあやりたくないことではないんだけど、クラシックがそれだけじゃないなって思ったんだよね。で、楽器そのものが好きだから、もっとこうこの楽器を使いたいって思う作曲家の人に増えてほしいし、はいはいはい、吹きたいっていう演奏家の人も増えてほしい。それ趣味でもプロでも問わないんだけど、あと聴きたいっていう人もクラシック大好きっていう人だけじゃなくて、なんかもっともっと普通のなんか他の楽器みたいに広がってっていいやつだと思うなーって改めて思ったっていうか。でその活動の場をクラシックだけに限定するのは、限定したくてしてるわけじゃないなってより思って。はい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 。でまぁ、あ、今回ちょっと新しいようなチャレンジをしてみたつもりなんですけど、はい、ただ新しいとはいえども、うん、書いてる曲自体は若干夏メロ感があるようなところがあって、うんうんうん、カイコっていうね、アルファベットで表記してるけど、意味合い的に、巡り合うカイコと、ちょっと懐かしい方のカイコっていうのが混在してるような形
というか、その曲自体は結構、うん、まあ言うても10年前、20年前ぐらいのフィーリングがあるけど、こういうファーモットでやることによって急に新しくなるっていうのはどうももったいないなと常日頃思ってて、うん、なかなかこうクラシック以外で活用されないじゃない。本当にされないよね。そうそうそう、他の管楽器はいろんな畑があるように思うけど、うん、ファゴットだけ、まあ、知名度も影響してるのかもしれないけど、そうだね、マジで世界的に見てもやってる人いないっていうか ね、 ね、例えば歌とコラボしたり、声楽じゃなくてシンガーソングライターの人のバックでとか、うん、そういうのもほぼほぼ聞かないっていうか、うん、ファゴット使われてたとしたら大体ハラちゃんなんだよ。いやいやいや、それはそれはない。いや、ほんとそうだよ。マジじゃないかな。まあ他にいるとしたら、例えばオーケストラとして演奏してて、まあ、ファゴットのソロがあったりとか、そういうのは探せばあるかもしれないけど、一つそのバックバンドっていうのとしてファゴットが入ってるみたいなのを聞いたことないから。確かにね、木管セクションとかでオケの人たちが吹くのはあっても、うんうんうん、サックス的な、ね、役割でファゴット単体ポーンっていうのはほぼほぼないかもね。そう。でほら、サックスの人に怒られちゃうかもしれないけど、うん、やっぱりしっとりしてる曲調とか、うん、ちょっとこうどっかほのぼのした空気感だったり、そういうのは絶対こっちの方ができることっていうのもたくさんあると思うから。確かにね、なんか世の中が良さと使い方にまだ気づいてない。それわかる、めっちゃわかる。もったいないよね。まあ、だからこういうのを通して、まあ、こういう使い方もできるんだよっていうところが少しでも広まればいいかなって思って、実はこれ多分話してなかったけど、はい、今回この曲アウトロって俺らずっと白玉で書いてたんだけど、アウトロとはここです。シンセのメロがあって、うん、で白玉でずっと和音でハーモニーで進んでいくじゃない。これ多分一番ファゴットらしい使い方というか、なんだろう、考えうるファゴットのポップスの使い方をここでちょっと出してみたんですよ、あえて。ああ。シンセのメロを弾くこともできたんだけど、うん、あえて最後に今のそのよくあるファゴットの使い方というか、で終わらせてみたの。あ、なるほどね。ですよ、そうそうそう。あえて既存のこうニュアンスを取っといて、そう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 、ちょっと織り交ぜてみたって。そう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 。大抵白玉じゃん、こういうの。まあそうね。うん。だし、まあ一番綺麗にはまるっちゃはまるんだよね、やっぱね。うんうんうん。だからまあこういう使い方はよくされてるなっていうところもね、多分。感じ。うん。っていう感じ。で、あそこ俺生で弾いてるんですよ。それさっき聞いて。言ってなかったんだけど、前半は新名だけどね。だから一人何役もしてるっていうことになりますね。そうですね、今回はもうメロディー以外に関しては、うん、完全に自分のパソコンと自分で完結させたような感じで、そうで今回その、うん、ソロをね、あの途中こう2人交互にソロを吹くポイント作ったんですけど、はい、ここに関してはもうあのバッキングだけ投げてメロはお願いしますっていう風にやったので、まずはちょっと村上先生と、はい、そうそうだな。普段やっぱ譜面をもらって、うんうん、人が書いた曲を練習して演奏できるようにして、うん、お客さんに披露するっていうことしかしてないわけだけれども、はい、さっきあの
ファゴットが映えるその白玉の音符っていう話あったけど、うん、なんか期待されてないように見えちゃう時があるのね。はい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 、はい、なんだろう、ファゴットどうせ細かい動きできないからとかちっちゃい音大きい音も限界あるからっていう感じで、とりあえずこれ吹かしとこうみたいな、別にあの誰の何の曲がっていうわけじゃないんだけど、うん、そういう風に感じちゃうこととかも結構多くて、うん、で、まあ自分でその流れにさ組み込んで音吹いていいよって言われることって本当に少ないっていうか初めてぐらいの感覚だったんだけど、だからなんかもっとこうファゴットが得意としてること、跳躍だったりとか、うん、細かい動きもやっぱ木管だしできないだろうって思ってるのって、意外とファゴットを吹いてない人の発想なんじゃないかなって常々思ってて、うん、ちょっとね見え張った若干全体的に。いやあれはあの、うん、吹けないよあんな、ちょっと難しかったけど、あんな下までね俺使うと思ってなかったから。あとちょっと映像作品に最後落とし込むっていうのを、うん、想像しながら書いた。なるほどなるほど。なんでかっていうと親指ね、はいはいはい、親指のここのガガガって動きがあった方が絶対かっこいいなと思って、そこは一応多分わざと下げた。最初に書いたやつから。なるほどね、うん、まあ、あと高い方も書いてくれる人がやっぱ気使ってくれてんだろうなって思うことも多いから、うん、上がってってきついですよねって感じで途中で1オクターブ下がるとか、そういうのがあんま好きじゃなくて、ね、こっちの都合じゃんそれって。そうそうだね、あるよね、もらった譜面でまだいけるんだけど、そう気を使われてオクターブ下げられてめっちゃある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 。でも辿ってけば多分ベートーベンとかモーツァルトとかも、うん、これ以上は書くなって怒られちゃったんだろうなっていう形跡があったりするのよ。なるほどね、はっきり証拠は俺は知らないんだけど、はいはい、なんか昔の楽器はやっぱ今よりも音域はすごい狭いし、うん、限界だったのかもしれないけど、うん、気使ってオクターブ下げるとか、はいはい、そっからのメロディーは吹けなさそうだから違うパートにしましたみたいな。なるほどね、妥協がちょっと見える時もなきにしもあらずなので。確かにやりすぎると特定の人しか吹けないものになっちゃうからね。そう広く愛され演奏する人に広く愛されるっていう観点では確かに確かに、そうなんだよね。なんかその観点でいくと今回のは多分他の人に吹くのはなかなか難しいフレーズ。いやどうだろうあんな上出ないよ、うん、まあまあまあ、まあ、あれなんか最後なんかのオケの曲のモチベーション。あ、そう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 ラベルのピアノコンチェルトのオーケストラスタディに入ってる曲 で、 でまあオーディションで使われる難しいところセレクションみたいなやつに入ってるんだけど、はいはい、まあ、そうだな、どっかにそのクラシックの要素も入れたいなって思ってて、うん、あからさまだとちょっとなっていう気もしたから、分かる人には分かるぐらいにしとこっていう言わない方がよかったかどうだろう。ラベルが俺誕生日一緒なんだよ。あ、そうなんだ、うん、2月、あ、違う、3月の、そう、3月みなかみの日です。みなかみ、そうみなかみ、神は関係ないから3月7日だ。そう、あ、なるほどなるほどなるほど。だからちょっと運命感じてる。はいはいはい、ラベルなのに運命。はい、はい。ソロっていうか、ソロ以外も全部書いてるけど、あえてこうソロのとこで言うとこだわりのポイントとしては、とりあえず聞いてもらいましょうか。さんからこんな感じで行こうと思うっていうのをもらってから、うん、ああそうだった、そうやったんですよ、うん、でも大体イメージついてたんだけど、まあその前半の水上さんのソロのノリを意識しつつ、まあ何がここできたら美味しいかなっていうのがあったので、うん、細かいパッセージは一箇所入れてみようって思ってたのと、俺のソロに切り替わった瞬間からスネアのビートが入ってくるので、最初ちょっと白玉系でそのラベルの
ピアコンのお尻とちょっとハモりつつ、若干なんかこうアニソンっぽい夏メロ要素を含めつつ、はいはいはい、ちょっとその時アニメ見すぎてたと思って。市場が絡んでね。市場が絡んでね。ちょっとアニソンっぽい、アニソンありがちな泣きっぽいメロディーで攻めつつ、ちょっと派手に、こう重力ボンプ入れてみたんだけど、ね、最初自分で書いたフレーズがあんまりにも難しすぎちゃって、ああ早くてできなかったんだけど、うん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 、ちょっとそのゆったりさせたぐらいがニュアンス出て一番美味しかったから、ああそのままこれのテイク採用と思って、うん、ふずらだと割り切れないようなフレーズにちょっとあのね連符のとこなってるんですけど、うんうんうん、まあでも結果的には収まりは良かったかなと思って。美味しそうだった美味しそうだったありがとう。そうだ、俺お願いしたんだよね。俺のソロの尺ちょっと長くしていい？そう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 。1小節、2小節ぐらい。ちょっとね、収まりきらない。欲望が、欲望がもう止まらなかったんだよね。それぐらい楽しかった。あれかな。これあれかな、なんか誰かやってください。やってみる。それすごいね。うん。トラックだけ流しちゃって。うん。うん。まあ、ソロのとこは皆さんおのおのやっていただいて、うん。シュメロの楽譜とかだけ上げて。うん。え、面白そう。面白いかもね。誰かデュオで、ファゴットデュオでやりたい人、渦巻いてる感じだったら、ちょっとそれも考え。そうだね。なんか面白そう。やれるもんならやってみよう。やれるもんならやってみる系だけどね。上の E は出ないでしょ。いや、わかんない。意外と。うん。いや、あれちょっと無茶ぶりがあったね。無茶ぶりだなと思いつつも、いや、これいけるっしょと思って、まあ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 、いいっつって。大丈夫です。なんかさ、ただただ仕事がなくなったっていうだけじゃなくて、なんか突きつけられるよね。そう。ナイフでこう、お前どうすんのみたいなのがあるよね。そうそう。創作活動を生業としてる人、にとってかなりショッキングな年だったと思うね。まあそうだよね。なんだろう、別にそういうわけじゃ絶対ないけど、うん、こう自分のことを見つめ直した瞬間に、うんうん、日頃のこうステージに立ってたのって、うん、これって俺全力だったんだろうかみたいなさ、それもあって、うんうんうん、いや実際その時はもう全力なんだけど、うん、いざこれがやりたいことで100自分を出せてるかって言った時に、どんどん暗い方に考えちゃって、これ良くないなと思って。わかる。まあ、ちょっとそれを打開するというか、そうね、ためにまあ今回ちょっと書いてみたっていうのもまああって、うんうんうん、なんかこう見つめ直しの、ね、結果生まれた産物みたいな。修行だったよね。修行だった。まあここからもまだね、完全に戻ったわけじゃないじゃないですか。そうですね。全然。しかもとりわけライブハウスなんてまだやっぱなかなか厳しいし。うんうんうん、ちょっと難しい部分もあるけど、まあこれをきっかけにね、なんかこう何か起こればいい。うん、うん、もっともっとファゴット自体のなんていうの、やれること可能性みたいなことを解放していけるような活動をしたいと思うし、する人が増えてほしいなっていうふうに。なんかそれをちゃんとさ、オケマンがやるっていうことの意味ってでかいなって思ってたんすよ、うんうん、だってね、変な話、今までそういうタイプのオケマンっていなかったじゃん。ないだろうね、うん、俺みたいなさ、なんかバンドマン風情がさ、好き勝手やってるのそれもね、いないと思うんだけどねまあね、うん、確かにファゴット奏者らしからぬところはあるんだって。らしからぬってすげー言われてきたわね、言われてくるよね。めっちゃ言われてくる。なんか、塩ビ似合わないね、みたいな。あるあるある。コスプレって言われるもん。ファゴットっぽくないねって、もう俺何百回言われたか分からん。もはや動じないけどね。笑顔で返すけど、うん、痩せてるねって言われた時と同じ顔になっちゃう。そうですね。なるほどね。そうです。でって、心の中で言ってるけど。まあそこはちょっと、ふやかしていきたいよね、これから。なんか凝り固まってる感じが。別に髪の毛はこれファゴット奏者にとっていいの、それはいいんじゃないですか。いいじゃないですか。楽器が茶色いんだ。え、それわかんないけど。これも黒髪より絶対茶色の方が似合うと思うけど。ああ。